ほどがやインターチェンジは、神奈川県横浜市のほどがや区、岡沢町から神奈川区三沢西町の間にある、第三京浜道路のインターチェンジである。ここでは、ほどがやインターチェンジ関連施設と時和台出口も、閉記する。ほどがやインターチェンジ周辺の道路は、国道1号横浜新道の一般道路が、開通して、以来いくつもの道路が建設され、それらを接続する。 ランプなどが複雑に絡んでいることやインターチェンジの定義などにより名称がわかりにくくなっている。1959年開通の有料道路、横浜新道がそれまでの行政道路に接続するほどがやを起点として開通するが当初このほどがやの起点は平面接続の交差点であった。百六十五年に第三京浜道路が開通し、 小戸ヶ谷インターチェンジも共用開始されるが、神奈川県道十三号横浜行田線との接続は、平面接続の交差点であり、第三京浜道路と有料道路横浜新道とは、接続がされず、横浜新道の一般道路との接続となる。しかし、交通量の増加に伴い、横浜新道の一般道路区間が激しく、混雑するに至ったため、九百六十八年に、 第三京浜と横浜新道の連絡路を新設、横浜新道ほどがやき店の箇所を立体交差にする。1978年に首都高速神奈川2号三沢線が全線開通し、第三京浜道路と接続する。1985年に横浜新道と首都高速神奈川2号三沢線とを連絡する三沢ジャンクションを新設するが、 ほどがやインター3サワ入り口から第3、京浜道路本線へ向かう車両と、首都高速神奈川2号三沢線から、横浜新道へ向かう車両とが交差する問題があり、危険なため、それを解消する、首都高速神奈川2号三沢線三沢ジャンクションを改良し、連絡路に直接接続するランプを設置、1993年に供用開始する。 横浜新道改築に伴い、ほどがやの有料道路起点と、時は台出口の改良が行われ、1996年に完成する。一般的に、この項目の施設を総じて、ほどがやインターチェンジと呼ばれているが、正式な名称は違っている。これは、歴史的に施設の増設を繰り返したため複雑な形状になったことや、 インターチェンジ等の定義により分かりにくくなっている。ほどがやインターチェンジ、岡沢出入口ほどがやインターチェンジ3、久は出入口有料道路、横浜新道ほどがや起点時は台出口、時は台出口に関するカテゴリー。ありがとうございます。